スカイチュークジョチャンネル、皆さんこんにちは。女性にもできる害虫駆除チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマはナメクジ対策です。今回紹介する商品はこちら、スラボです。この商品は巻いておくだけの簡単作業でナメクジを駆除することができます。それでは正しい使い方を紹介していきましょう。それではナメクジについて簡単に説明していきましょう。ナメクジは春先に卵から孵化します。春先に1センチ程度だったものがわずか2ヶ月後には6センチぐらいまで大きく育ちます。湿度の多い環境を好み、夜間に活動します。乾燥に弱く、日中は石や植木鉢の下に潜んでいます。ナメクジの被害について、植物の葉や茎、花などを食害します。野菜や果物も食害します。寄生虫により嵌頓充血線虫症を引き起こす可能性があります。それではスラボの使い方を説明していきましょう。1平米あたり 5g を目安に散布してください。参考までにこれが 5g の量です。葉を避けて株元付近に散布してください。葉の上に薬剤が残らないように気をつけてください。今回はこのスラボを紹介させてもらいました。使い方はとても簡単なので、ナメクジで困っている方はぜひお試しください。このチャンネルでは女性でも手軽にできる害虫駆除方法を紹介しています。動画についてはほぼ毎日配信しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。